星は見れなかった。変な声だったから。いやいやちょっと奥さん。まあ見れない時は見れんわけさ。ね。さ夕方見たからいいわけさ。よかれよ。発射しん。はっきり見てた。あいやーつかさ。てかあの国吉のりょうこさんじゃ。あんた落ちるよ、早く見なさい見なさいって言って語ってやるじゃん。うん、見たって。うん、見てない、あでもで、あの、この人のやすこさん出てきてきたさね、うん、え、早く、え、玄関出てきてるからね、姿勢があるよ。あれだから写真持ったけどさ、西の方向に出てるよ、早く見なさいって言うからさ、それ出てきてからさ、もう月上に上がってるさ、うん、さあ、とっても大きかったよ、あの下から、うん、見てるときはさっきよ。いや、この車で来るときに見えたよ。見えた？大きかったよ。ねえ。何も撃ってた？スーパームーンさ。スーパームーンって。だから。しげこ、お月様しか見えない。あの星が見えないって大きさ。こっち方向が違うのに。違うよね、方向がね。うん。おちゃんこ、お家からはこっちの方向は見えなかったね。あっち、ベランダからは西の方向の。西の方向に見えるって言15日だから16日の月が一番綺麗って。今日16日さ、旧暦の何月の16日ね。9月。あ、来月は15夜、10月15日15夜な。中秋の名月って、うん、今日は9月15日。傘もかぶってるね。ちょっと明日は少し雨降るね。周りが赤いさ、うん、でもスーパーもんだから大きいさね。じゃね、大きいね。プレミアムもんって言った。何が？あのお月さんがスーパーもんって自分で今言うと。違う、テレビでよく言うさ、フジテレビで。知らんよ、分からん。プレミアムもんって言ったかな。雪ほまが溜まってるからさ、歌いたいわけさ、貞子とか雪子は。写真撮ってあげたけどさ。欲求が溜まってんでしょ。欲求がさ。欲求不満が溜まったら怖いさ。意味が分からん。月1回だからやったらいいです。こっちの刺身はさ、うん、その天ぷら用のあの刺身とか。美味しいってよ、たくさんあるってよ。刺身って書いてあって、天ぷらよ。しげこ、七口魚天ぷら買ったか持ってきよった、そんな。かつおぶちゃんにあげる。新鮮かな、目利きがいいわけ。うん。でもさ、
さ、山の方に行ってかさ、こんな月だけ見ていたら不気味よね、うん、怖いさ、ね、怖いよね。だからこのスーパーももうあの満月はさ、狼が出るって言ってかさ、女の人は見るなって言った。男が見たらダメだね。男が見てもいいけどさ、うん、女が見たらダメだろって言いよった。そうだね。何でたら分かる？あんたこの月夜の晩、昔はんで、こんな落ちないさね、うん、月夜の晩道歩いてってくる、こんなもん出たらあんた男なんてやばいさがある、あ、お女の襲うさ、うん、だからすぐあの満月には絶対外に行くなよって言うか、女の子は行かさんかったわけさ、昔はよ。今あのこんないっぱいあるから満月でも歩くさ、昔はあんなだったっけ。だからあの昔の人は満月の稲群は道へならんて言うわけさわだった。男にやばいされる、やばいされるから出てくるさ、15日は狼男が出てくる。そう、狼男が出てくるって言ってから、こっちのそば屋行ってるの？閉まってるでしょ。スクエア今8時だよ。閉まってるさ、ほら。ああ、ほんとね。今開いてるんじゃないあれ。こっち行くじゃん。いや、あんたはどうする？違う、開いてるなら行くよ。じゃあ行こう。何時までかわからんからさ、開いてるなら行く。開いてると思う。あ、閉まってるかね。なんか開いていそうよ。閉まるの9時ぐらいじゃない？これでロープかかってたらガサガサガサする。何時って書いてあるの？シーコたちもよ。クローズは8時半？あげ、16分だけど。大丈夫かね？だからもう閉まるかね。いるさ。いるね。ホームストップが何時かな？結構いるね。うん、びっくりした最後。おお、びっくりした。うん、しかもさ、違うさ、この人急に電気つけたから。うん、大丈夫ですかって聞きます。関東あるなって。終わりギリギリに来て、だから大丈夫かなって言うんやじゃん、うん。